暗くて何も見えない。ねえ、みんな！私たちはもう中で隠れているわよ。早く、さっさと来なさいよ。ごめん、すぐ行くね。それじゃあ、これからあんたがやることを教えるわ。六助君、説明して。オーケー。肝試しは7つの学生証を見つけること。簡単だよね。だ、冬香のも取っといたぞ。え、私の学生証いつ取ったの？ そこに病院の地図がある。地下に、あ、あった。とりあえず。 地図があったはず。 塩を床に撒いてみよう。 火をつけてみよう。
来たら学生証はどこにあるのよ。鍵がかかってる。植木鉢の前に鍵がある。ビビって勘違いしたんじゃない？違うよ、私さっき本当に追いかけられたの。はいはい、本当臆病者なのね。くだくだ言わずにさっさと学生証を1階には学生証を2つ隠したぞ。全部見つけたら写真送れよな。肝試しだから逃げちゃダメだよ。そんな。